ウルリッヒ・デ・メジエール、カール・エアンスト、ウルリッヒ・デ・メジエール、ド・メジエール、1912年2月24日2006年8月26日は、ドイツ、西ドイツの軍人、1966年から1972年まで第四代連邦軍総監を務めた、下でに生まれる。デ・メジエール家はフランスから逃れてきたユグノー貴族の子孫である。 父のいない家庭に、ハノオーファーで育ち、1930年のアビトゥア合格後に陸軍に入り、主官候補生として、第五不評連隊に配属される。1933年に少尉に任官。1937年に、第五十不評連隊に転属。1939年に、第二次世界大戦が勃発すると、大尉連隊副官として、 ポーランド進行に従軍。即成の参謀教育を受けた後、1940年に、ビルヘルムフォン・レープ上級大将を率いる、C 軍集団主席参謀に収む。1941年1月に、第18不評師団兵団部長、次席参謀に転じる。同志団は、バルバロッサ作戦に従軍して、レニングラード全面に迫ったが、ボルホフ川を挟んだ、こ着戦に陥った。 1942年に1月に陸軍総司令部に転属となり、少佐として新師団の編成事務に従事。この間、後に初代連邦軍総官となる作戦部長アドルフ・ホイジンガー少将などの地遇を得た。1943年2月に再び東部戦線に転属となる。中佐に昇進したデメジエルは、オリオールで新編成の 第十総走的弾兵士団主任参謀に任命された。同志団は同年夏のクルスクの戦いに参加したが、その後の16ヶ月間は退却が続き、壊滅した。この間でメジエルは対戦者砲弾の破片で負傷した。1945年2月に再び陸軍総司令部に転属となり、作戦部主任参謀に就任した。その後短期間部長職を代行し、 アドルフ・ヒトラーの前で情勢分析を行っている。5月8日にドイツが降伏すると、デメジエールは作戦部長としてクールラントポケットに赴いて、クールラント軍集団司令官カール・ヒルペルト上級大将や参謀長フリードリヒフェルチ中将に服の確認を行い、別れを告げた。その後国防軍最高司令部が避難していたフレンスブルクに戻り、 5月23日にカール・デイニッツ元帥らが連合軍に逮捕されたのに伴い、自ら出頭してイギリス軍の捕虜になった。1947年に釈放され、図書及び楽器販売の修行を行い、楽器販売会社に就職する。しかし間もなく、ドイツ再軍備の機運が高まり、デメジエールもそれに参画することになった。1950年12月、 デメジエールにブランク機関、西ドイツ国防省の前身への就職を進める、戦友からの手紙が届いた。翌年から1955年まで、デメジエールはブランク機関で文民として働いた。1951年2月から、パリで行われていた欧州防衛共同体の締結交渉に軍事顧問として参加。しかし、フランスが西ドイツの同格での参加に難色を示し、 交渉が暗礁に乗り上げると、さらに上級職のハンス・シュパイデル元中将に職を譲ってボンに戻った。ブランク機関では外国の軍事代表との接衝や国際防衛問題研究に従事した。1955年5月にドイツ連邦軍が創設されると、デメジエールは11月に大佐に任官し国防省で部長に就任。 連邦軍司令部での地域防衛統制に関わる事務を担当し、ドイツ連邦軍に北大西洋条約機構加盟国の機動軍としての役割と国土防衛軍としての役割を設置させる上で必要な組織を構築した。1956年12月に少々に昇進し、1958年から第一敵団兵士団 A1 戦闘軍、後、 第二装甲旅団司令官に就任、旅団編成の実験的運用に従事し、後、ドイツ連邦軍全体に拡大した。1959年4月、第一装甲的団兵士団と改名した、同士団の師団長代行に就任。1960年、内面指導センター長に就任し、市民としての兵士の権利の統制上の問題に当たった。 1962年4月にハンブルクの連邦軍式幕僚大学校長となり、同年8月に少々に昇進。校長として陸海空三軍に共通する教育課程を導入した。1964年に中将に昇進し、10月に陸軍総監に就任した。陸軍は可視官、主官の不足に悩まされていたため、収益義務期間を15年に延長し、 可視間が、主観に昇進できる道を開くなどの措置を取った。当時兵力30万人だった陸軍に、レオパルト1型戦車を導入し、またカイ,イコール、ウェフォンハッセル国防省に135機の輸送ヘリコプター導入を申請し、空中機動性を高めた。1966年8月、スターファイター疑惑の最中、制服組と国防省官僚の対立を理由に、 ハインツ・トレットナー連邦軍総監が辞任すると、デメジエールは大将に昇進して公認の第四代連邦軍総監に就任し、連邦軍将校の多くは、トレットナーや空軍総監、ベルナー・パニツキの辞任とデメジエールの就任を官僚に対する情報と捉えた。デメジエールの任期中、西ドイツは1968年の学生運動や兵役拒否運動、 デモ行進の頻発に直面した。同年8月に、プラハの春に対するワルシャワ条約機構軍の介入があった際には、連邦軍は警戒態勢に入って、デメジェールが1日に2度ゲアハルト、シュレーダー国防省に事態の説明を行った。1969年のドイツ連邦議会選挙で、ドイツ社会民主党政権が成立して、ヘルムート・シュミットが国防省に就任すると、 その下で、デメジエールは、ドイツ連邦軍改革を推進した。士官民間希望者不足に対応して、ハンブルクとミュンヘンに連邦軍大学を設立し、専門教育を行った。さらに、技術商工課程を導入し、可視官の商工人間への道を開き、大位までの昇進を可能にした。社民党政権は、デタント政策に伴い連邦軍大学での、 参謀教育を廃止しようとしたが、デメジエールの抵抗で諦めざるを得なかった。代わりに、証拠教育課程での社会学の講義が導入された。またデメジエールの任期中の1971年2月、兵役義務期間が18ヶ月から15ヶ月に短縮された。デメジエールは1972年3月に退役した。退役後は、バートーデスベルクにしたが、 1973年から1994年まで国防省の連邦軍整理図書編纂委員会委員長。1978年から翌年までハンス・アーペル国防省の諮問機関、連邦軍の指導力美決定責任委員会の委員長。また1976年から1982年までクラウゼビッツ協会総裁などを歴任した。 陰性中に、平時における陶酔や、回顧録、義務に従って、ある兵士の立場などを表した。ゴンデ死去。デメジエールの父クレメントは、ハノーファー警察署長だったが、第一次世界大戦で戦死した。兄クレメントは戦後ドイツ民主共和国、東ドイツで、弁護士となり、ベルリン・ブランデンブルク地区のベルリンイコール、ブランデンブルク福音主義協会人と代表を務めた。彼は、 長年国家保安省、シュタージの非公式協力者であったことが、ドイツ再統一後に明らかとなった。その息子ロタール・デメジエールは、東ドイツ最後の首相、閣僚評議会議長、統一ドイツでの無人諸相などを歴任したが、これも過去のシュタージへの協力が明らかとなっている。デメジエールには1944年に結婚した妻との間に、次男次女があった。次男、 トーマス・レメジエールは2005年よりアンゲラ・メルケル内閣で連邦首相府長官2009年より内省を経て2011年より国防省を務めている。長男は長年コメルツ銀行経営陣に参画していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。